はい皆さん、こんばんは。おじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでいますか。えー、本日はですね、えー、カプコンの CPS2 の、まあ、動画の続きになります。でご紹介するのが、ドン。映らないんで引きます。よいしょ。はい、こいつですね。えー、今回、犠牲になる、<laughs> 犠牲になるのか、救世主になるのかわからないですが、ストリートファイター02の、まあ、ロムですね、サブボードになります。 えー、こちらの方が視聴者のさま、えー、視聴者の、ね、方から教えていただいて、えー、判明したことがあります、えー。それが何かというとですね、この、えー、ロムですね、サブボードの中、まあ、基板になってるんですけど、まあ、この後バラすんで中身見せますけども、その中に電池があるんですよ。うん、で、その電池が、いろいろなこう中の情報を保存するために必要な電池なんですよね。うん、で、それがなんと切れると、 中の内部情報がなくなるイコールセキュリティの情報もなくなって電池が切れてから約1時間ちょっとでこのサブボードを殺す機能がはた働きます、まあ、壊してしまう機能がはいっていう恐ろしいとんでもない仕掛けがこの CPS2 のサブボードにはついています うんちょっととんでもないなと思うんですけどねなんでそんなことせなあかんねやろうってう気はするんですけどもそれを今されにても仕方ないのでで、えー、実際僕が昨日起動した時点では動いたのでつまり電池は生きてるっていうことなんですよねでもそんなに遠くない未来にその電池は知らないうちに切れてしまってもうこの高価なサブボードがおじゃになってしまうのはやっぱり嫌なので、えー、今回電池交換というものをしようと思います で当然ですがもう破壊する恐れはもう12分にあるんですけどもでもそれをしないでじゃあ倉庫の中に怖いからって置いといてもどっちにしろ壊れるんですよこいつはその電池が切れるとそれならばもう今ねちょうどいろいろ作業で載ってるところなんでやってしまおうとまあチャレンジしようということになりましたはいでですね本日使うものがえまずはい電池です えこちらのほうが塩化地用オいルリチウム電池というものになります。だから俗え、よくある充電電池のリチウムイオン電池とは違うのでえ、そこは間違えないでください。充電式ではないです。これは普通の電池と一緒。ただし、これは業務用で、まあ、今は普通に買えますけども、昔は売ってなかったらしいんですよね、普通、一般的には。で今はとかいろんな、まあ こうででん電気屋さんとかも、まあ、インターネットでショップ開いてるので買えるんですけども昔はなくて、えー、これがすごいのがですね普通電池って1.5ボルト炭酸は特に1.5ボルトしか出ないんですけどもこれは、えー、見ての通り3.6ボルト出力することができますとあともう一つすごいのが放電がほぼないんですって、えー、と1年で1日かな1年か1年かで、えー、と1ミリだけしか漏れないらしいんですよ。 だからそういう業務用のシステム保存用の電池としてすごく広く、えー、用いられてる電池のようです。で、この3点、まあ、基本的にこの調べたら、まあ、この ER 規格の塩化、塩化チオニルリチウム電池、えー、は基本的には 3.6V らしいんですけども、もし違うボルト数のやつがあったらあんまり良くないらしいので、やっぱ 3.6V の電圧っていうものが、えー、その特にカプコンの中の基板の あの認識ちゃんとした、まあ、改造されてないっていう認識の信号にもこのボルト数がなってるらしいので、えー、これも気をつけてください、はいえー、と、まあ、この電池を入れる電池ボックスはいこれですねこれでやっていきますでこれちょうど買ったやつがこういうふうな押さえがついてるのでまあ飛び出してコロンコロンって転がることはないかなという感じですただし入れるの結構大変やと思うけどねこっから こんな感じでバチって入れる感じですね。はいえよくね、こういう,うなあな、のー、CPS2 の電池交換の動画があるんですけどあの、なんかここを結束バンドとかでぐって結んでるんですけど、僕はそれちょっと嫌やなと思ってたんで、ちょうどいいものが届きました。この辺のリンクは貼っときますとおじいさんの動画の概要欄にね。えー、それと、あ最後がこれです。オニピタ。これは絶縁体の両面テープです。はいこの炭酸電池を中に固定させます。 はいそのために絶縁体のものを選びましたでですねまずテストなんですがえまずこれ買ったのに不良品やったってことになったらえらいことになるんで、えー、ちょっとテストを先しますはいここにテスターがありますんでこれでテストをします今9ボルトのところに設定してますので3.6ボルトやと大体いい3分の1ぐらいのところまでピュッといくはずなのでちょっと見てみましょうそれでは テストしますはいではテストしますいきますとはい来てますねちゃんと電気が来てますんで安心しましょう CPS2 のサブボードはこのようなちょっとヘクスドライバーって呼ばれるちょっと特殊なネジで止められているのでこれが1234個で止められてますで本来は ここにカプコンマークのネジってのがあるんですけどもこれはありがたいことにもうくり抜かれてるのでえこの4つだけでいけますでその、えー、カプコンネジがある時はもう本当に皆さんなんかこうドライバーとかでもう削り取ってるみたいなんでもしある方はそういうものを使ってくださいまあ今更保証って言ったってねもう保証ないからねこれですね一番ちっちゃい これがぴったりきましたちょっとねな番号わかんないですけどはいこれですまあこれね100均とかでも今売ってるんでこれはいそんな特殊なもんじゃないんで安心してくださいそれじゃあちょっと取っていきますこっちかちこっちですね右回しかなこんなネジが入ってます ここネジね、不安定ですよ。不安定なビシッと入ってないね。うん。で、ネジ穴がゆるいですね。前回転かもしれないね、もしかして。なんかね、正規品のネジやあの電池だと多分ね、マクセルマクセル製の赤とシルバーの電池が入ってるはずなんですよ。でもしそれじゃなかったら、えー、誰かが交換した後ってことになります。 それこそね、炭酸電池が入ってることはないからね。今見たいう炭酸系のやつ。まあこれはいろんな、もう有志の方の情報で、まあこういうものを作ったを使った方がいいよと、うん、容量が多いんでね。では開けます。ちょっと引きます。 ないからこれで開くはずなんですけどちょっとドライバーぶち込んでみますああ爪がある感じかな開きましたねああっとなんふわほこりがすげえ <laughs> ぶわっとほこり出てきました開きましたねやっぱちょっと爪が あるみたいですね取れた取れたあすごいシンプル中こんなのあマクセル製だ交換してないすごいこの電池がまだ動いてたこれこれが電池ですおおすごいおおすごいおおすごい,すごい静電気いきたいな マクセル製のやつですねすごいねこれです今のちょっとピチッてショートしてないといいけどちょっと作業急ぎますえーっとはいではちょっと裏にハンダしていきますこれネジも何もなしですね なんかプラスチックが割れたねなんか分かれへんけどえー、っとこの電池の裏なんでここですねここが電池の裏になってますでプラスとマイナスはどっちだろうかねここですねここに電池の裏なんでバッテリー こっちがマイナスですね。こっちがマイナスでプラスなので、こういう風に裏,裏返すと、こっちがマイナスでこ、ごめんなさい、こっちがマイナスで、こっちがプラスになります。はい、で、ここに先ほどの電池ボックスをハンダ付けしていきます。はい、そういう作業をしていきます。だから、こっちがマイナスですね。 はいという感じでプラスとマイナスを止めることができました結構厚めで持ったんで大丈夫と思います、えー、それではこれをですね、えー、こうですねこのように戻してこれで元の位置に戻したので 結構置くとこ難しいですねこれまあ多分こんな感じになるんだとこんな感じになるんだと予想されますでこの後何をするかというとですね、えー、この子を切り取ります、はい、この子を切り取って電池をこっち側に、えー、交換するという作業をします、はい、それでは、えー、作業します えー、それではちょっとこのままの、えー、状態で、えー、サブボードを設置します、はい、サブボードを、えー、設置しました えー、それでは電池とペンチを用意します一応まあ通電するので一応ゴム手袋しておきますちょっと汚いんですけどそれでは電源入れていきますあっあれ 撮らないえっあれあもしかして先のパチでいや、壊れちゃったかなこれこれが電池ですおお、すごいおお、すごいおお、すごい静電気いきたいこれです今のちょっとピチってショートしてないといいけどいや、先ここ触ったとき静電気起きたんですよパチって はあ、あれで潰れたかも。過充電かかって。いや、パチって言ったのよ、ここ触った時に。はあ、壊れた。多分。多分壊れたわ、これ。壊れたんやと思う、多分。 ほら、壊れた壊れたんやわ多分いやさっきなんか嫌な音したんですよここ触った時バチッっていう嫌な音がしたのよそれで嫌やなーって思ってたの、うん 壊しちゃったノーシグナルって上に出てるね一瞬ねはいえっ、ー、と CPS2 のゲームを壊してしまいました多分あの静電気だと思われますうんあれが多分 あれ以外他のなんかおかしなことはしてないので多分あれで壊れたと思います一瞬言ったねまあそれか開けた時にどっか破損させたかあのここのえでもねここのハンダで壊れることはないと思うんですよハンダで壊れたらね白色になるんですよここのセキュリティチップが働くと白になって壊れるので 多分それではないと思われるんで、多分やけどなんか基板に過充電がかかって、多分壊れたかなっていう気はします。うん。多分何度やっても一緒ちゃうかな。初めはバグったけど、その後も映像信号すら出てないからね。 やっぱり左上に一瞬ノーシグナルが出てるから、多分壊れました。はい。ということで、えっ、ー、と、ゲームソフトを壊しました、えー。こんなこともあります。チャレンジの先にはね。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。ありがとう。えっとですね。まあ。 先動きませんでした。えっ、ー、と、まあ、普通の充電池入れた状態で動かなくて、で、投げてたんですが、もうどうせ壊れたんやったらやってまいということで、えー、マクセルの充電電池を断ち切りました。そして、えー、用意してた、えー、塩化チリウムなんとか <laughs> 電池を設置しました。で、えー、 ケースに入れ直しました。さっきケースに入れずに挿してたんですよ。で、ケースに入れてえ、3回ほど起動させましたら、なんと、治りました。<laughs> ということで、えー、とりあえず電源入れます。<laughs> ま見といてください。で、えっ、ー、と、前回とちょっと違うところがあってですね、ここをラック端子にしました。すると、あの、急サウンド対応というのになって、こちら、 えっと、CPS2 の大きいメインで Q サウンドっていうのがあって、サラウンドでね、むちゃくちゃ音綺麗なんですよ。で、それも一緒に聞いてください。それでは電源入れます。画面に注目してください。電源入れます。 なんと治っちゃいました。音がすごい綺麗。聞こえるかな。 大復活でございます。それでは、ちょっとプレイします。めっちゃ音綺麗。一試合だけやります。 とことで無事治りました、えー、とまずね聞いていただきたかったのが、この、Q、サウンドです何かねそのえっと球体の中にいるような音を再現しているということで、まあ、うちこのようにサラウンドスピーカーですね2つつけているので、えっと、音がね微妙にずれて多分出ているんだと思います、だからねスピーカー2つだけでも本当に何か周りにカップヘルメットみたいなものをかぶって音が流れているような音が出て、ものすごいクオリティが高くて。 MVS とかを超える非常にものすごいクオリティの高い音が出てます。で、えっ、ー、と、この先ほどの不良の原因考えられることなんですけども、いくつかあります。えー、まず、あの、剥き出しでやったってのがダメだったってことです。多分ですけども、えー、ここの、ちょっと電源切りますね。えー、ここの多分隙間基板だと多分ね、 入りすぎるんだと思うんですよ、端子が。うん。それでバグるんだと思うんです、画面が。だから、これのプラスチックの側があると、ちょうどそこに当たって、E が、E あんばで端子が変えるんですよ。それが入りすぎたんやと思うんですよ。そこでまず不良が出てたこと。なので、もう、あ、もうダメだと思って、その後、さっきも言った通り、この、 電池ですね。塩化、なんとか、なんとか、塩化チリウム、なんとか電池。えー、こちらの方を切って、電池に切り替えました。電源切ってる状態で。で、で、その後、組んだんですよ。組んで、挿して動かしたら、なんとね、画面ぐっちゃぐちゃで、音もぐっちゃぐちゃやったんですけど、動いたんですよね。で1、一回もう一回と二回それ繰り返したら、なんと最後には普通に動くようになりましたんで、 やっぱり端子が入り込みすぎて、なんかまあ不具合が出てしまって、その状態が続いて、でまあ長くこの状態になったから、え、端子が落ち着いて、え、普通の画面に戻った。そしてもう一つはですね、え、電池の可能性。え、先ほども僕ちょっとがっくりしてた時に言ったんですけども、実はこれ分解して、これですって言って触った時に静電気起きちゃったんですよ。バチって結構大きい音。 うん。あの時に、えー、その、塩化、えー、オルチウム電池が破損した。ショートしてしまった可能性。うん。それによって、不具合が起き、起きて、立ち上がらなくなった。おかしな電圧が流れたりして。でも、えー、僕がもうダメだと思って、すぐその電池ぶち切って、炭酸の、えっ、ー、と、新しく買った方に入れ替えたんで、 定格の電圧が流れるようになって、それが時間かかった。で、治った。っていう、えー、どっちかだと思うんですよ。うん、それ以外にね、考えられないんで、うん、電池変えて、バラすのやめて戻したら治ったってことなので、えー、今考えられるのはこれです。で、この後実はまだ動画終わらないんですよ。僕の、今日の僕のあれは終わるんですけども、えっ、ー、と、炭酸、えっ、ー、と、 この電池の交換は1時間ぐらいは持つんですって。体内電池で。セキュリティです。はじめに言ってたセキュリティが保たれるんですって。内部電池のおかげで。でも1時間ぐらい以上経つと、内部で、内部に流れてる電池もなくなってしまって、セキュリティがダウンしてしまって、もう壊れるんで、次の日に動くかどうか。並びに、まあ今日今夜の9時に撮影してるんですけども、まあ12時ぐらいにやって動くかどうか。 これをちょっと試します。それでも動いてたら、これ交換は成功です。うん。だから、そうなるとまた話がややこしくなって、先ほどの映ってなかったのは電池関係なしに、あくまでやっぱ端子の不具合だったってこと。うん。もしダメだったらね。でも、このままずっといけたら、やっぱり電池関係と、まあ、当然端子も両方かもしれないけどね。はい。えー、はい。えー、でね、こういう感じで、えー、電池をつけました。 ここはあの鬼、鬼針なんかっていう、えっ、ー、と、両面テープですね。絶縁体の両面テープで付けてます。かなり強烈なようで、今ももうガッチリ固定されてます。うん。まあもしこれがね、倒れ込むことが、まあ万が一あったとしても、ここに電気は流れてないんで、まあ壊れることはないと思いますし、まあ無茶苦茶怖い人はまあこの辺にも絶縁体をこう置いとく。うん、置いとくって手もいいと思いますけども、まあもう、 これそんなにね、ガチャガチャやるもんじゃないんで、まあこれでいいかなと思ってます。うん、まあ実際の取り付けのね、タイミングとか、あの、切るタイミングってね、ちょっとお見せできなかった。まあそれは本当申し訳ございません。もう壊れたと思ってたんで。はい。で、これがまあ切り取ったやつですね。こういうやつ。3.6の、えー、マクセル製ですね。これが入ってたらもう純正の、まあ何もいじられてないものですね。まあこれが数十年持ってたっていうのはすごいなと。 えー、思いますけども、えー、これの容量ね、2倍になってます。2600mAh なんで、もう、まあ、普通で言うたら、これで、あれで20年持つやったら、これ40年持つってことなんですけどね。まあ、ただ国内産ではないので、まあ、10年ぐらい見といた方がいいのかなと、えー、思います。はい。で、ここ、もうバチバチに、えー、切ってますね。ここわかるかな。はい。綺麗に切りましたんで、まあ、この後、 それこそこっちにハンダ付けして前に置いてもいいけどね。次の時はね。逆に後ろの方を切ってもいいと思いますんで。えよかったら参考にしてください。まあ、この電池とかリンク貼っときますんでね。えー まあ、どれこうたらいいのかなって分からん人は気をつけてください。で、まあ、重複しますけども、えー、よくね、あの、ブログとかちょっと見たリチウムイオン電池って書き方してるところとかもあったので、リチウムイオン電池は充電するやつで、えっ、ー、と、全然違いますんで、そこは間違わないでくださいね。はい。えー、それでは次の動画いきます。ちょっといろいろね、これバラバラに撮ってますんでね。はい、申し訳ないです。こんな感じになってます。えー、はい。えー、朝になりました。次の日の朝です。えー、前日にテストしたのが夜の9時15分。 で、現在が、えー、朝の8時40分ですね。まあ、約12時間ぐらい。まあ、約ですけどね。経、えー、ってます。えー、それでは、動くかどうか。もうこれで動かなかったら電池の交換が失敗して死んでるということです。それでは電源入れていこうと思います。ちょっと待ってね。ちょっと、入れますね。はい。 さあ、どうでしょうかあ、動いてますねはい、大丈夫ですとりあえず大丈夫なようですねはい、動きましたえー、じゃあ、お金入れてみましょう はい。ということでですね。電池交換無事成功しました。ちょっとファンうるさいからちょっと切るね。<laughs> よいしょ。えー、っとですね。まあ、まとめますと、結局、一番初めにまずハンダですね。こちらをバラして、 ハンダをつけて、電池のところにね、ハンダをつけて電池ボックスをつける。で、電池を入れずに、電源をまず入れる。バラしたままこちらにつけて、で、ゲームを起動させて、予定としてはね、で、ゲームが映ってる間に、え、もともとあった電池を切って、切った後にすぐ新しく買った炭酸型の、ま、新電池に入れ替えるっていうことを予定してたんですけども、 えー、バラして、突き刺したら、まあ、ゲームが映らなかったと、バグってしまって。で、一度バグったけど、その後はもう、軌道不良になってしまって、僕はもう、あこれやってしまったかな、と、え、いう状況やったので、もう、一度カセットもロムを抜いて、で、え、電源がだから入ってない状態ですよね。入ってない状態でもう、電池バンバンと切って、で、電池ポコッと入れて、で、一応組み直して、で、ソフトを刺して、 っていう状況で、まあえ、その後、まあ、3回ぐらい不良があったんですけど、最終的には元の状態に戻って、こうやって1日経っても動いたので、電池交換は成功しました。で、実はちょっと初め言わなかったんですけども、僕ね、えー、成功、初めね、成功した後、1時間おきにね、3回チェックしました。うん。それでもね、あの、もう動いてたんですよ、ずっと。だから、 まあもう成功はしてたんだと思うんですよね。もう初めの、えっ、ー、と、交換した時からね。まあえっ、ー、と、だからね、えー、今回僕がやったのは最近そのブログ結構見たんですよ。5個ぐらいあったかな、日本で。結構推奨されてるのが、やっぱり僕が初めやろうとした方法なんですよ。電源を入れた状態でゲームを起動画面してる時に電池切って入れ替えるっていうのが、まあメジャーだとされてるんですけど。 だからまあ僕の場合はですね、電源を切った状態で電池を変えるって方法にまあ嫌が同じにもなったんですよね。今回バグってしまったんで画面がね。なので、それでも大丈夫でした。はい。2021年のこの状態ではそれで成功してますので、まあ電源入れてやるっていうのは、推奨されてるから僕もやろうと思ったんですけども、まあ普通考えるとやっぱ通電してるので、ちょっと僕危ないかなって思うんですよ、個人的に。うん。 当然もよく分かってる人であればね、絶縁体の手袋とか、絶縁体がちゃんとついてる、まあ、ペンチとかで切ればいいと思うんですけども、それ知らなかった3.6ボルトって結構強烈なんで,でつ、それこそね、下手したら本体壊してしまうんじゃないかなって思ってますんで、とにかく電源切った状態でも絶対潰れなかったんで、もうこれは動画でお見せしてるんで、そこはね、あのもう無理せんといてくださいいい多分僕はは電源切っってやった方がいいと思う、はい。 なのでよかったら参考にしてください。 これでね、まあ、えー、まあ、2600mAh、元々の付いてるやつがね、1200mAh やったかなが2倍になったんで、まあ、普通に考えて10年ぐらいはもう、もっと持つはずなんですけど、ただ海外製なんで、わ、まあ、からんけど、まあ、10年は少なくとも持つと思うんで、一応、まあ、ここに日付とか書いといてね、10年後ぐらいになったら、また電池変えようかなと思います。うん。で、また他にもね、CPS2 のソフトあるんで、まあ、またちょっと、こう、 そうことのやり取りでね、うまいこと取り出すことができたらまた紹介したり、それの電池も交換したりしようと思いますんで、よかったら見てみてください。この動画で初めておじいさんのこと知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。